こんにちは。今日のロスジェネなんですけども、40代になっても50代になっても、60代になってもね。 ま、50の手習い、60の手習いってありますけども、なんか人にものを教わるってこと大事だと思うんですよ。で、その教わる相手が別にね、自分よりも年上とか経験値があるとかないとかじゃなくって、この人からだったら素直に聞けるかなとかね、この人だったら、ああ、いろんな教えを受け取りやすいなって人を選べるんだったら、その方がね、20代であろうと30代であろうといいわけなんですよ。もっと言ったらね、お金稼ぎたいんだけどもっていう方いらっしゃると思いますけども、 お金を稼ぎたい人が、お金なんて全く稼いだことがない人に教わってもいいんですよ。これどういうことかっていうと、自分がお金稼げなくても、人にお金を稼がせることの能力の優れてる人っているんですよね。だから借金まみれでも、その人自身は稼げなくても、他者にお金を稼がせるのは上手な人っていうのに教わるっていう方法もあります。ですから、その人の実績っていうのはね、あんまり当てにならないんですよね。まあでも、ほとんどの場合で、 稼いだことがある人ってのは人を稼がせることもまあまあ上手なんで、まあ一定の確率で信頼してもいいのかなと思います。でも逆にですね、自分が稼ぐことは長けてるけども、人を稼がせることが苦手な人っているんですよね。えー、例えばこれね、名プレイヤーがメインカードの国にならないような例なんですよ。自分でオリンピックの金メダルを取ったよ。でも、指導者として人に教育するときに、なんか金メダルを取らすことはできないよって方、やっぱいるんですよね。はい、それでですね、 物を教わるときに大切なのは謙虚さですけども、同時にお金を払うことなんですよ。安いお金を払っても、安い教育しか受けれません。まあですんでね、かなりの情報の吸収力が必要になってきます。例えば、本を読んで、いろんなスキルを身につけたいっていう人、本は1000円とか2000円で買えますけども、その本から吸収する展開力、これは本人に任されてます、本読む。だからね、なかなか難しいと思いますよ。 でも、人に教わると、その人は、あなたの特徴とか、時間とか、他の能力とかを見ながら、褒めたり、透かしたりとかして、丁寧に教えてくれます。ですんでね、自分の先生を雇うという意味で、なるべくたくさんのお金を払った方がいいです。あとね、あんまりお金を払わないと、その自分にものを教えてくる人は、他で仕事をしなくちゃいけませんので、あなたにかける時間は少なくなります。 だったら専属で毎月100万円払ってね、その代わりマイナス200万稼いでくれ、稼がしてくれよっていうような要求を出した方が、みっちりとやってもらえます。そしてその教育者は他に浮気をせずに、あなた一人のためにやってくれる可能性が高いんで、お金を使った方がいいかなと思いますね。